俺は声がバカでかいからいいけどさ。前回ヨッピーさんとやったあれが、あの戦いがね、やたら強かったのよ。やっぱ強いパーティーを使えば強いのよ。ということは個体値、相棒だな。個体値、まあ何て言うかな、モンスターの種族値っていうんかな。モンスターが強いからね。まあね、グレイカ君、例によって僕の用意した最強のチームと使ってみてもらって。シオかアンナに強いデータある。で、お気に入りチームからね、15番16番あたりにマジで強いのある。あとマイクが君遠いな。姿勢大事なんだよ、実況者。大変だろ、実況者。大変だろ。動画の企画用に作ってある。で、俺はまあ、うん、何でいこうかな、じゃあそれなりにちゃんとしたチーム使おうかな。これでいくか。それなりにちゃんとしたんで行かせてもらうよ。でも分かっとるでな、ただ分かっとっても無理なもんってあるけどね。見てみて、かっこいいよ。まあ、あの小学生スタイルいくよ。俺小学生の心やから全部メタル。うえ小学生が喜びそうだぜ。お供はぐれたメタルキング、小学生喜びそうだぜ。じゃあクラ君、お気に入りチームから。おう、15ルートな。うん、でマイナスとプラスで移動できるから、で下の方にね、来た、それ12か13やな、ごめん。名古屋1位と、そして上に行くとマイナスやな、2009年1位。どっちかお好きな方をお使いください。十字キーでいけるよ。まあ来たぞ、2009年大会準優勝、優勝両方これ。で十字キーのあれあるからね、インチキ。今回も十字キーのインチキ、上が攻撃、下がオーブを貯めるやつ、左が回復または防御、右が状態異常、一回きりのインチキです。ゴチゴチだぞこれ、もうめちゃくちゃ強いぞ。そう、何も知らない人でもなんかとりあえず強いパーティー使っときゃマジで互角の勝負すんだなって言ってる。さあ行こうか。全然わかんねえな。どうしようかな、どう攻めていこうかな。これはあんま俺のねメタル系刺さってねえんだよこのパーティーに。意味がないんだよほとんど。どうしようかな。でインチキも大事だからね、どこで使うかマジで大事だからね。なるほどね。さあ行こうか。まずは誰だ、メタル系だからこっち早いよ、そこそこ。オーケー、まずはね、まずはうちのねメタル系軍団が行きます。メタルボン、はい、B で、オッケー。しっかりやってて、さらにここで、あ、大丈夫そいつ。ですよね。うーわ、来た。こいつバカですよ。おー、クラクバカですよね君。うちのチームちゃんと見てます？大丈夫ですか？メタルですよ。メタルに呪文打ってますよ君。あいつバカですよ。やだなー、これ怖い怖い怖い。マジで怖い。やばいやばいやばい、めっちゃ強いんだよこのチーム。はい、オッケー。まずはダウンウォールで戦力をそぎに行くぞ。当てていこうぜ。オッケー。いや俺だ。何振ってんだよクラ君。はい、オッケー。オッケー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 、いいぞ。きた、サミダレ剣強いんだよなこれ。まあまあまあメタル系だからこんなもんか。そうだよね。こいつバカですよって、もうバギマ撃ったらまだもう一回いくから、あいつバカやでってあいつバカだぜって言うで。オッケー、いいね、当ててくれ、しっかりだろ。はい、オッケー、オッケー、ラッキー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 、いいよいいよ。
あ、メタキンより先に動いた。うわ、怖っ。うわっ、マジか。そこ当てるか。まあ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 、でも一番通りはいいからな。サミラ剣、はい。まあ、いないからね、はぐれメタル一匹。一匹いないからね。一匹なんかいないからね。そうだな、ベホイミをどう、このベホイミをどう突破するかだよ。うまいね。ちゃんと振ってんな。このベホイミどう突破しようってなってるよ、今、俺は。育成メタストライク。飛び上がれー、あいーあいー、オッケー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 、いい、大丈夫だ、大丈夫だ。お、これで返す。これで返せる。返すぞ。はい。で、クラ君につばぜり合いを教えます。今日は。あ、いいよ、そのまま入力していいよ。つばぜり合いっていうのがあって、あの、こういうやつ、ゲージのやつ。A を押してみ。A を押すと、ゲージがぶれる。こうやってすると。A。さあ、目押し！勝てる。ええ、嘘嘘、え、振って、そっちは振って、俺連打。え、何これ、はい。クラ君何もいいよ、お前目押しなんて飛んできた今。俺の目押しうまいよ、その、うえと思ったもん今。ミラクル起こった。これで買った方が勇気をもらえる。ああ、そういうこと。そうそうそう。で、ゲージを今かけるほど勝ちやすくなるってやつ。うん。ただ、目押しが難しくなるけどね、その分。うん。これがね、よく俺が時々かけてたやつ。さあ、でも俺はこれ溜まれば勝ちだよ。どうする？そっちはどうする？じゃあ。削り切るしか、どうしましょう、どうしましょう、私どうしましょう。そっちは削り切らないとやばいよ。これが溜まるまでに。だから上で攻撃系狙うとか、右で状態上狙うか。さあどうする。クラ君に私は関門を仕掛けてあげましょう。私は勇気を貯めればいいんですよね。まず私は勇気を貯めます。じゃあ、あーでも溜まんねえかな。そっちは状態上にかけようとします。どうだ？全然聞いていません。天罰。君のやったこと全部無駄。君のやったこと全部無駄。あんまりだわ。ちょっと待って、今のはあんまりだわ。こいつバカですよ、こいつバカですよ。まあ選べないからね。これとは選べないからね。なるほどな。あ、でもこれじゃ勇気たまんないかもしんない。たまんねえかも。たまってないわ。たまってないから、主人公はたまってたいたいな。主人公止まっ、まだ一旦猶予あるよ。そっち、そっちに一旦猶予ができてるよ。あーあーあー、もうこれ、ここで動ければたまってたな。今のはプレミプレミ。怖っ、痛恨来そう。目ある？君目ついてます？削り切るんだよ。もうたまるよ。てかメタパニーマン成功率どうないなって。あんな効かないカードやったっけ。はいはいはい、なるほどね。俺逃げるから。はい、勝ったなって思ってる。俺はもう勝ったと思ってる。ちなみにこの勝負もう勝てるな。あ、ストライクダメだってそいつは。ねえ。あいつば、こいつバカやな。ダウンオールで下げていく。あ、まあ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 、すげえ、クラ君の貧乏ゆすり、貧乏ゆすりすげえ。どうしたの？なんで回復したの？来るよ、あれが。
いや無理だな、全員止まらない限りもう勝ちだよ。ここで全員止めたら面白いけど。なるほどね、一体だったね。終わったよ。あーどうするどうするどうする。笑顔が次、すっげえ笑顔。さてと、もうみんなの激闘でおなじみあの方を呼びます。いきます。あ、もう手くだもん。あ、いや、いくぜ。おー、いくぞ。うおー、来たぞダークドリアム。いけず何ご断脚や。でもいい勝負だね、やっぱ。やっぱいい勝負すんだよな。モンスターのスペックが高くてチームのスペックが高いといい勝負すんだよね。なるほどね。ワンパンやワンパン。当たり前やん。だから溜まったら勝ちやっちゅう。